皆さんこんばんは。こんばんは。みんなの町の投稿事件簿でございます。やってまいりましたね、今日も事件のお時間ですか。本日は新企画、みんなの町の投稿事件簿です。それ一発目に読むやつ。投稿事件として皆様の身近で起きた事件。もう何度もやってるよこれ。今読むのこれ。一応ね、いや書いてあるけどね、オープニングのところに書いてあったんですけどね。さまざまなジャンルで募集をかけておりました。そうなんです。ちなみに、うん、刑事事件、ご近所トラブル、奇跡的なこと、感動的な事件、新事件、謎事件、有名事件や刑事事件の裏側、事件に関する噂、これもうこれ書いたやつやばいやろ。やばいよ。全部読まそうとしてますから。そうです。最初でも多分読んでたのかもしれないね。もしかしたら、ね、いや一番最初から僕多分はしょってます、うん、はしょってん。最初からね、はしょってますこれは。はい、まだいろんな皆さんの事件をギュッとしてね、お届けしました。事件をいただいておりますと。そんなところです。まずはうさぎさんからいただきました。うさぎさん、二十歳の時です。はい、仕事帰り電車の中、見渡した私しかいないんですよ。ああ、一人だけ。で、駅でですね、一、うん、人、乗車してきまして、はいはいはい、で、私の目の前に座るんです。うんうんうん、あれ、うん、どっかで見たことあるな。あ、中学の野球部の先輩だと。あ、う、あ、ん。ね、あ、中学の時の先輩だ。どうしよう、声かけたりした方がいいのかなみたいなことを思っとるとですね、はい、いきなりですね、え、いや、バット野球部の先輩、いやいやいや、掲げるんじゃないよ、ちょっと、いや、持つんじゃないよ、2本持っていく派なんですねじゃないんだよ。打ったね、飛んでったねみたいな、白球がじゃ液体だろう、やかましいよこれ。やばないね、やばいっすね、これ。もう怖いんですよ、ひどいよこれ。でも次が最終、の自分の駅だったので、ついで階段を駆け上がって駅員に報告しに逃げました。野球部で硬派なイメージだったあの先輩が、なるほど、あんなことするなんてと、ものすごく怖くて気持ち悪かったですと。後輩だ、同じ学校の後輩だって分かってるのかな。分かってないんじゃない、分かってないよね、20歳だ、ね、うん、中学でしょ。うさぎさんだけが先輩だと思ったけど、向こうはなんか女の子がいるから、うん、いつも通りの俺の、ね、ライフスタイル、僕のライフスタイルだと、これが僕のライフスタイルだっていうことで、ネクストファンターズサークルから取り出したわけ。やばいね、やばいですよこれは。これは果たして、いや、これうわこれすごい、いやいや、神主打法かい。落合博光の神主打法やるんじゃないよお前。払いたまえ清めたまえじゃないんだから、そんなもんは。清めたまえ言うな。いや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 、こうね、こうだからなって、すいませんね。ありがとうございます。申し訳ございません。はいはい、続きまして、アラカンのアリスさんからいただきました。アラカンのアリスさん。はい。次男がですね、はい、まだ首が座ってなかったぐらいの頃ですと。ちっちゃいね。で、長男は幼稚園になってました。幼稚園生になってました。うん、で、とある夕方ですね、借りてたビデオをレンタルショップ屋さんに返しに行こうっつって。懐かしいな。で、ベビーカー乗せて、散歩がてら出かけました。はい、で、返却し終えて。で、次のビデオを、どうしようかなーっつって。返しがてら新しいの借りるっていうのありましたよね。純新作。あたりでしょう。新作はね、やっぱ世話しいから返すの。純新作ってすごい久しぶり聞いたわ。純新作でしょう。あったね、カリンのやっぱり。うん、それは新作高いよ。そう、うん、短いし。そうそう、うん、普通のね、はい、レンタルになってるやつは、はい、たまに訪れる、はい、5枚1000円とかの時に、うん、そうね、ね、それ純新作と外れるから、そうですね、その5枚セットとかで。なんかその期間中はね、そうそう、あるんですよ、こういうのは。だこの定期的に借りるのはやっぱり純新作でしょ。これはもう、こんな懐かしいワード、久しぶりでした、僕は今。で、借りまして、はい、で、変えてましたよ。うん、そしたら、途中で雨がね、降ってきて。で、うん、ベランダに洗濯物干しっぱなしやったーと思ってね、うん、林で帰りました、はい、ですぐに家へ入りたかったので、うん、いつもはベビーカー畳んで部屋の前まで持って上がるのをその日は慌ててたので、そのままこのねベビーカータイヤのロックだけして折り畳んで、はいはい、で自転車置き場にそのまま置いて、次男を抱えて長男と一緒に家に入りました、うん、はい、でもろもろ作業してた時に、うん、ベビーカー出しっぱなしやったなと。そうだ、忘れたんですね、うん、でふと気づくとドアの外がですね、ひっきりなしにドアを開けたり閉めたりしてて、あれ隣の人今日騒がしいな、うん、お客さん来たのかなみたいなことをね、うん、思ってたら、
ピンポーンっつって、なんだろう、はーい、お隣の奥さんなんですね、うん、そしたら奥さんがですね、私にですね、うん、あなたの家のベビーカー、うん、あ、すいませんと、うん、出してたからね、邪魔やったね、今ちょっと上に持って上がるからねって、うん、そしたらお隣の奥さんがですね、うん、すごく言いにくそうに、あのベビーカー取られて、ベビーカー取られて、今主人が探してますみたいなこと言うてて、で帰宅してほんの数分から10分ぐらいしか経ってないのに、はい、自転車置き場にですね、はい、こう行きまして、うん、でパクられて、こんな10分ぐらいでパクられてんのかいみたいになってて、そしたらですね、お隣のご主人さんがベビーカー引きずりながら帰ってきた、あったーっつって、あ、よかったみたいな感じでね、こう、あ、よかったって、そしたら今後詳しい話聞いたら、うん、私がですね、部屋へ戻った直後、うん、お隣さんも外から2人こう帰ってきた、はい、でその時あのベビーカー、この、アリさんの、うん、使ってるベビーカーっていうのはこの2人見かけたことあるから、よう知っとるんですよ。で、あ、アリスさんやな。で、遠目から見てて、アリスさんがこうね、はいはい、やって置いてんのを見てるから、うん、アリスさんの家のベビーカーっていうことを分かってると。うん、でも、このベビーカーをですね、うん、年配の男性が、なんか、パクろうとしてるんですよ。で、なんかね、こういう風にしてなんか持っていくことをしてるから、うん、でも親戚とかの可能性もあるじゃない、うん、あ、まあ難しいね、ね、あ、でその人の横を通過したと、はい、でも家にね入ってから、うん、冷静に考えると、うん、男性ちょっと親戚らしからぬ動きをしてたなと、ほう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 、なんかちょっと様子伺いつつ、あー、なるほどね、うん、隙を見計らってる感じか、そうそうそう、でアリスさんがこうね、なんかやってるの遠目から見てるから、うんうんうん、あのアリスさんが戻ってからそのおじさん来てるから、あ、怪しいね、そうそう、怪しいっつって、旦那さんが探してくるっつって、はいはい、で、追いかけてたんですって旦那さんが、うんうんうん、そしたら10メーターぐらい先でベビーカー放置されてたと、で、うん、まあまあ良かったですよねみたいなお話なんですけども、無事にまあ取り返すことがまあできたっていうところではある、はい、まあまあまあ、そのね、やっぱりそのダメですよ、いや、まあ、ね、出しっぱなしはやっぱそう、盗難の被害みたいなのは合う可能性はありますから、ね、だからまあその時だってね、うん、まあ、あのお子さんあげた後は、うん、まあ、すぐ取りに行こうと思ったけど、そう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 、ちょっとね忘れてしまってたんだろうけど、うん、盗品というか、まあ、金にしようとしてんのかね、なんか ね、リサイクルショップとかで売りに行こうとしてんのね、まあそうか、でも、うん、マジで本当に普通に取ろうとしてるやつとかたまにいるもんね、おるおる、全然いますよ、俺自分が自転車で通ってた時ね、うん、まあ 駅前にあるその駐輪場みたいなところに普通に止めてるんだけど、それとかも俺が買い物に行って戻ってきたら、そう、普通にそのチャリンコをも、こう、も、あ、ごとごとなんかこう鍵をやってとかじゃなくて、うん、ごと行こうとして、抱えて、いや、でそういう時に人はもう何、ほら、うん、って言っていいじゃん、うん、でもやっぱりなんかあんまちゃんと怒れなかったのか悔しいの、未だになんか、あな、え、はい、いや、あの、あなたのでしたっけって俺言っちゃったもん、あなたのでしたっけじゃないのに、もっといや俺のだからって言えばいいのに、え、あなたのでしたっけって確認して、なるなるほど、あ、違います、違いますって言っちゃったよこれ違うんかいと思って、それでもね、そいつね、俺がやっぱ強く言わなかったから冷静に普通にスタスタ、うわー、ムカつくね、行くんですよ、でその後ろ姿にうわもやもやするね、そう、怒っていいポイント1個逃したみたいな、怒っていいですよ。あれ怒ってよかったよね。あれ怒っていいですよ。なんかそういうことやるやついるよ。いるよね。気をつけましょう、みんなも。続きまして、はい、諦めの良い子さんからいただきました。なるほど。はい。10年ぐらい前です。はい。高速道路走ってたんです。うん。で、長距離だったんですけども、うん、急にね、うん、唇が乾いてきて、はあ、あれなんでみたいな。で、うん、サービスエリアまで1時間ぐらいあって、うん、で、助手席にバッグ置いてあるから、リップ。リップクリーム。ね、こう、リップ取り出そう、みたいな。うん、でも、ちょっとわかんない。わかんないな。手探りリップですね。うん、手探りリップ。で、一瞬だけ、バッグの中を確認して、リップがあったから、だから視線を戻した、その瞬間、うん、はい。急にハンドルが効かないんですよ。え？で、
あれみたいになって、もう本当に数秒ですよこれ、はいはい、あれみたいになったらぐん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 勝手にスピードメーターが上がってくるんですよ。うわ、ブレーキも効かないんですよ。交通量そこそこあるんですよ。迫ってくるすぐ前の車を避けて真ん中の車線入る、追い越し車線車走ってる、3車線です、ブレーキ効かない、ハンドル効かない、でうわー終わった死ぬってなった瞬間に中央分離帯に後ろ向きで突っ込んでいたんです。はー、後ろ向きっておかしい。え、どういうこと？おかしいんですよ。え、後ろ向きで突っ込んでいたの？ここが不思議なところなんです。高速道路上で向きを変更しようとする人はいないです。ともちろんで、万が一しなければならない時には後ろを確認して、追い越し車線を確認して、前方確認して、周りに気をつけて気をつけてね、はい、いや絶対高速でそれしちゃいけないんですよ、はいはい、ね、で私はもう死ぬんだと思ってからそういうね、うん、動作した覚えないです。なるほど。ぐん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 こうなってるし、スピード上がってた、はいはいはい。で、もしもあの時前から中央分離帯に突っ込んでいたら、エンジンがねぐしゃってなって廃車になっていただろうし、私も大怪我をしていたことでしょう。でその中央分離帯なんですけども、うん、運よく低い木の植え込みタイプだったんです。そうなんだ、はい、だからそんなにダメージもなく行けたんですよ、はい。で、車もね、はい、動いたんですよ、そうなんだ。でもまあまあまあ大きな事故にね、はい、ならずに済んだんですけども、まあよく無事だったと安堵するとともに、はい、目に見える存在に守られていたんじゃないかなと。すごいね、うん、不思議話の要素も若干入ってるような気がするね、はい、守られたのかな、うん、でも、ま、守られたという着地にしたいところだけど、うん、まあそのリップ探してる時にぐん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 動かなくなったっていうところの災難の始まりがちょっとなんでなんだろうなって。そうね、唇乾いてるのもあるしもんね、だから急に乾き出したっていうもんね、うんうんうん、なんだなんていうのかな、いわゆる性の象徴であった人間の水気みたいなのがどんどんなくなる、失われてってね、死に近づいていく第一歩がその唇の乾きみたいので何か表していて、うん、そこからはもう危ないもん ね、 ね、なんか間違ったら死んでもおかしくなかった状況だけど、そこをまあ多分守護霊なのかな、何かが最後は守ってくれたような感じ。俺ね、俺思うのが、うん、確かに何か良くないものが、うん、そういうことさせようとしたんだけど、うん、スピードがぐんぐん上がってったりとか、うん、このハンドルが効かないっていうのは、うん、そう見せさせられてるだけで、そこまでスピード出てなかった気するんですよ、その時、うん、なるほど、そう見せられてただけで自分の主観でそう見えてしまって、はい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 、なるほど。でゆっくりその車が来てない状態の時にスピードが緩くなってきた時にハンドルの操作誤ってぐんやと思うんですよね。で車来てたらドーンで終わりですけど、自分が今感じてた風景とかそういう行動とかっていうものが、うん、必ずしもそうじゃない可能性もある、うん、あるよね多分ね。続きまして、はいはい、ババアなんじゃさんからいただきましたいいですね、うん、堂々として堂々として、堂々としておる。6年ぐらい前に息子が体験した話なんです、はい、当時家から車で2時間ぐらい離れた場所で息子泊まり込みで仕事してて、うん、で、休み前10時ぐらいですね夜、疲れた体引きずって、わざわざねこの2時間かけて、うん、毎週こう帰ってくるんです。あ、大変だね、はい。で途中ひどい眠気に襲われて仮眠を取るつもりでドライブインに車を止めてうとうとしていると、うん、コンコン窓ロックされて、はい、窓を開けてみた、うん、そしたら、エストニア系の外国人、はい、4,50 代の男性が声をかけてきた。はい、あのさ、あの5,000円あげるからさ、そこのトイレでさしゃぶらせて。なんなんだよセルカー。気持ち悪くて逃げ帰ったらしい。いや、ね、恐ろしいや。ド直球の下ネタのキモい話でしたね。いやー、これはまあね。えぐいですね。だからまあいろんな性嗜好な方はいるけど、もうこの自分がさ、しんどい時とか、疲れてたりとか、限界な時にそういう、うん、なんつうの？は？みたいなこと言われるとマジでムカつくだろうね。何考えてんだよ。そんなことのために日本に来たんじゃねえだろうと。何しに日本に来たんだよって僕は思いますけどね。
続きまして、はい、キャサリンさんからいただきました。キャサリンさん、はい、LINE の地元ニュースに近所で小学生の男の子が痴漢にあったという記事が、読み進めていくと、うん、捕まった男性も近所で20代の無職、昔は痴漢イコール女の子が被害者のイメージだったんですけど、はいはい、今ではもう男の子も被害者になるんだと。うちには小学生と幼稚園の男の子がいるので、まあそういうねやがらがですね近所にいると思うと、はい、子供たちだけでは外に遊びに行かせられないなと。だからこの系統のね、まあ、痴漢とか子供に関するものってかなりいただいてるじゃないですか、はい、やっぱそれだけ本当に多いんだろうなと思うけど、じゃあ昔って俺らがちっちゃい頃とかって普通に遊んでた時とかってそういう男を狙うようなやつとかも多分いたんだろうねと思うよね。絶対いたでしょう、ね、え自分がちっちゃい時でもあったんだろうな、うん、気づいてないけど、うん、で忘れたりしてんだろうけど、うん、なんかちょっと毒がじゃないけど、うん、なんかあったのかなと思う時もなんかあるような気もするもんね、うん、あるある全然あると思いますよ、うん、危ないですね本当ね。続きまして、はい、電動猫じゃらしさんからいただきました。ありがとうございます。私がですね、うん、訪問入浴の仕事をしていた時の話。訪問入浴は看護師1人、オペレーター1人、ヘルパー1人、計3人で、うん、あの車でねこう浴槽を持って行ってですね、あなるほど、で入浴のサービスを提供するような感じですね、はい、うん、で同時期に仕事をしていた別部署のですね、看護師の A さん、うん、難病を抱えながらも、4歳のお子さんを育てるシングルマザー でお母さんと3人ぐらいされていたと、うん、で彼女は同営業所でオペレーターとして働く B さんとお付き合いするようになりました。ほうほう。そんな中私がヘルプでその営業所に行ったある日です、うん、体調悪そうにしている彼女に大丈夫ですかと聞いてみたところ最近精神的に落ち込んでいると、うん、体も調子が良くないと。そうなんだ。で別日、鎖骨の下に、医療用のチューブをつけて真っ青な顔をしてきて出勤してきたんです A さんは。はい。で食事もできなくなって、うん、このね、なんていうんですかカテーテルでこの栄養分を取らないといけないみたいな、ね、うん、入れてるのよ体の中で、ね、そんな状況で出勤してきてんの、うん、なんでって聞いて、はいはいはい、実は、うん、彼女ですねずいぶん前からストーカーに悩まされていました。あそうなんだ。で、そんな中付き合い始めた B さんの存在が精神的支えになっていた。あ、はいはい、しかしそれを見たストーカーが切れた。なんだよもうストーカー、付き合うのやめろなあ子供可愛いだろと通告を受けて、あ怖っ、とても怖くなりできるだけ一人で外に出ないようにして子供も外に出していないと。で、そんな状況の中、うん、どうして出勤してきてるんだと、うん、ね、聞いてみたら家や病院で一人になると、うん、私思い詰めてしまうと、うん、仕事をして気を紛らせたいのだと。なるほど。よっぽど追い詰められているんだなと、ね、うんうん、で3ヶ月以上経ったあたりで、うん、A さんに声をかけられたんです、うん、でその頃になるとね、うん、顔の血色戻ってて、うん、ここに刺さったチューブなくなったんです。そうなんだ。え、あれ元気になってよかったねって、あれからどうストーカー大丈夫みたいなことを聞いてみたら、うん、はいはい、あの後ストーカーが自殺したらしいですね。なんでかはわからないですが精神的にも落ち着いたと。で私も良かったねと安心していました。しかしその後胸クソ悪い話を聞くことになりました、うん、そのストーカーなんですけども、うんうん、自殺した後に、うん、そのストーカーの彼女が A さんのストーカーとかして嫌がらせを開始。あらで、はあ、そんな期間は長くなかったんだけど、その彼女も自殺した。いや何それ。警察からそれを伝えられた時はかなり動揺してですね、なんでストーカーのね彼女もストーカーになって、で両方自殺しても意味がわからないと。でその後はやっと落ち着きを取り戻し、あまあまあ治療しながら子育ても頑張れていると。あ今はうんよかったけどもお元気ですかね、うん、悪縁みたいなもんなのかな。なんかそういうね一個の何かから。うん、だってその彼女までそうかなることないじゃん。で結末も最悪じゃないですか。そうそう最悪なんですよ。後味
すごい悪いですからね。そうですね、うん、なんだこれはって、まあ、とりあえず唯一の救いなのは今がお子さんもお元気で、A さんがね、ここにもね、うんうん、元気であるっていうことをもう忘れて、ね、生きていってほしいですね、うん、でもそれにしても嫌な話ですよね。いや嫌な話だった本当に。続きまして、はい、電線ババアさんからいただきました。ありがとうございます。30の頃、千葉に住んでました、うん、でお付き合いしていた24個上の男性、上です、二回りか、私と同じ年の息子さんがいました、はあ、その男性を A とします、はい、当時 A は私以外にも同棲している女性がいたようで、はあ、後々妊娠もして結婚を迫られていたということが分かったんです、はあ、なるほど。で A はですね、悪びれることもなく私との関係を続けようと、あら、いやいや何を言ってるんだと、あ、おかしいだろうと、で言ってやったんですよ、うん、私の年齢から言ったらあんたなんて未来のない、ね、そんなもう年齢のね、うん、なんか恋愛もう時間の無駄だからと、そりゃそう、ね、でも A って嫉妬深かったんですって、別れないんです。いや別れろよもうお前は。あまりにしつこいので夜逃げ作戦決行することになりました、はい、A はとても執念深く、あ、さらに嫉妬深く、さらにDV 男なんです。いやもう何拍子揃ってんだよこれは。だから A に気がつかれないように、はい、隠密で行動しないといけない。なるほど、はい。で、A がね夏になると、はい、ちょっと地元に帰るっていう情報知ってたから、その間にこれはチャンス、うん、でもうそれまでに徐々に荷物を運び出してみたいな、ね、はいはい、で、両親にちょっと手伝ってもらいながら、そりゃそうでしょ。で、逃げる先は親戚のおばさんがいる埼玉なんです、はい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 、で、その頃私はですね、なんかこうドライビングチームみたいなのをこう趣味で作ってて、はいはいはい、でそこの代表をしててですね、すごいな、で、休みになると、うん、まあね、そのドライビングチームでこう山にね走りに行ったりしてたんですって、うんうん、はい、で、アパートの契約も極秘に進められることができて、入居日も決まって、あとは事故するだけと、うん、で A が遊び行った、で携帯も解約しました、お、マンション出るんです、いいぞ、夜逃げ成功、よかった素晴らしい。それから平和な日々が1年、え、短っ。そろそろ相手も諦めただろうと思い、はい、安易にクレジットカードを使ってしまった。ああ、それが？新しい新居ではガソリンスタンドでバイトをして、そこでガソリン代をカードでということで作ったんです、はい、ある日実家から電話がかかってきました、うんうん、お姉ちゃんからですね、うちのさ、うん、脇道にあんたの元彼が車で来てるよ。いや、きちー、ちょっと子供いるから怖いんだけど、あ、警察呼んですぐっつって、うん、でもうね、もうトラウマがあるから、ね、ドキ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 してきて、で1年経ってんのになんで探してきてんのと。なるほど。で、バイトにね、うん、次の日の朝行くんですけど、うん、たまたま振り返ってみると、うん、ブー、見たことある車が入ってきましたよ。おお、休憩室に逃げ込んで、おお、でオーナーに事情を説明してですね、はい、私はいないことにしてください、はいはい、うん、ね、今日職場いないと、分かった分かったと、うん、でそういう状況の中、裏から外覗いてみると、うん、A がオーナーになんかね話してるんですよ、ね、いるんだ、ね、なんか首かしげながら給油だけしてブーンって出てたらしいんですね。なお前も、でオーナー曰く、人を探していてカードを使った最後の明細がここのスタンドだったので知りませんかって。いや、やばいって。もうで、お客様の情報は個人情報なので教えできませんよってね、うんうん、突っぱねたら出ていったと、うん、なんでカードの明細が A の元にあるんだいと。まあそうだよね、そんなたどれんのか。で、そんなことがあってですね、その年の年末です、はい、皆が正月休みを取り終わって私は少し遅めの休暇をもらいました。久々に実家に帰ろうとアパートの駐車場に車を止めて、実家に連絡しようっつって携帯眺めていると、コンコン、え、顔開け外をね見てみると、 A の息子の B なんですよ。え、うん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 、ええって思ってる間に、その実家にねこう行く前の電話、はいはい、着いたよの電話やから、この扉を開けようと鍵を開けてしまってたんです。うわ、 B が、あ、入ってきちゃうよ、うん、B の息子が
入ってきて、ね、ちょっといいっつって、いやいやいい、よくないよ。で車指さして映画乗ってるんです。やばいってもうこれね。で、ちょっときついわとね。で抵抗するんですよ。はい。で私はね、うん、話すなら部屋でって抵抗するんですけども、はい、すぐそこで話するからと。いやいや怖い怖いね、うん。車の方へ連れて行かれまして、はい、で後部座席に座るように指示されて、はい、で、まあ、乗せられてね。やば。あ、チャイルドロックかけられたんです。で車ブーンって走らされて、いや行くんかい。で途中で息子を降ろしてね、うん、車内に2人だけにされたんですよ、はいはい。で首都高に乗ってるんです、気づいたら、はい、ちょっとどこ行くのよと、うんうんうん、私バイトの休みでさっつって、うん、ね、実家のお母さんのね、うん、ところにみたいな、こういろいろ説明してるんですよ、うん、でトイレに行きたいと、うん、ね、だからサービスエリア下ろしてくれ、海老名です、海老名まで行ってる、埼玉からね。そうなんだ。で逃げたり変なことしたら分かってるよなみたいなことをね、 A が言ってきて、脅しじゃんもうこれ。でカバンも没収されてた。なんでだよ。でもこの作業着のまんまね、はいはい、こう実家に行ったんで、うん、携帯が入ってあったんです。でとりあえず現状をその自分のドライビングチームの仲間に一斉にメールして、はいはい、で怪しまれると思ってもうすぐ出てったんですよね、はい、で沼津で車降りまして、はい、そしたらラブホに入ってくるんですね。それから何時間か経った時、 A はですね、私が抵抗しないことを素直に諦めたんだろうと思ったんでしょうね、うん、あの大いびきかきながら寝ていました。なるほど。私はそっと起き上がりトイレに入る、うん、窓はあるけど小さすぎて出れない、うん、お風呂場、はい、中に入って窓をそっと開けてみる、うん、すぐ下に室外機があります。あ、1メートルないぐらいのスペース、はい、でここ2階だからどうにかこう降りられないかと。で角部屋だったので、はい、こうね、あ、分かるよ、うん、あれね、あるんですよ、ね、あるよ、あれ、はいはいはい、みんな分かるよね、はい、あれね、角のあれね、はいはいはい、あれです、あれ、はい、あれを伝って降りていったんです。ドラマじゃねえかもうね、なんかでこう、あ、ごめんなさい、降りていこうとしたんです。やったんだけど、でもだけどカバンをさ持ってこないと。そっか。で様子伺ったら、寝てると、はい、で音立てないようにね、こうカバンを持ってお風呂場へ行きます、はいはいはい、でもうハラ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 しながらね、うん、逃げ出そうとしたんですが手足が思うように動いてくれないんですよ。そうなんだ。やっと室外機のところまで来れました、うん、あ、たどり着いたのね、はい、よかった。で、ホテルの従業員さんがいるフロントまでダッシュしまして、はいはいはい、で、ね、ダッシュしながら仲間に電話をしてね、よっしゃ警察呼べみたいなね、はいはい、沼津俺らも行くからしっかりしろよみたいな、チームの団結力や。でフロントに警察呼んでくださいって飛び込んで、うん、で従業員のおばさんがですね、はいはい、こうね、何号室、あー分かった分かったっつって、うん、で、警察呼ぶからここで待ってなさいっつって、で私がちょっと行ってね、靴とか持ってきてあげるからっつって。あ、優しいね。そしたらすぐにですね、刑事課の女性がバーンって入ってきて、説明してくださいみたいなこと言われて、はいはい、で女性刑事さんの顔を見た瞬間にブワー泣いてしまってね。なるほどね。で、これからですね、うん、あの署の方でもう一回話を聞くけども、相手と会わないように別々に行くから安心してねと、うん、で、防犯カメラこうね、はい、あるんですけども、うん、A がですね、数人の刑事に連れて行かれてパトカーに乗り込んでいく姿が、あー、なるほど。で警察署に着きました、はい、取調室というよりは会議室のような部屋に通されて、うんうん、経緯を話します、うん、でも結局ですね、男女のもつれが原因と判断されてしまいまして、こういうことはね、まあまあ A がですね、二度と近づかないように誓約書みたいなものを書かされたと、はい、あ、なるほど。これがあると、うん、まあね、その後またやってしまうと、うん、捕まりますんで。なるほどね。で、明細がですね、 A の手元にあったのも、うん、実家に届く私宛てのものを無断で自分のところに届くように転送の手続きをしていたそうなんです。なんで、A は、あ、私と付き合ってると、うん、未だに周りに言い放ってたと。なるほど、はい。で、それからはですね、本当に何もなく平和な日々は過ごせているんですけども、はい、それは、はい、人の執念って怖いですよと。なるほどね。そんなお話ですね。すごいですね。なんか体験談的にはね、はい、まあまあストーカーみたいなのがこじれて本当に大変だったということですけど、はい、なんか展開みたいなのが、なんていうのかな、
まあ本当ドラマを ね見てるかのような一コアドラマを見て、うん、で最後無事にで最後このね角のとこを伝って室外機の下りらへんではなんとか助かってくれと思ったらよかったですね。よかったですよね、千葉さん、すごい体験したね。ねえ、はい、というところで、はい、気になる街の投稿事件も以上でございます。ありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですね。マジ不思議プレゼンツ、階段に夢をその手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。